チーコラー。いや、コラというか、うん、いや、もう主じゃん。こうなったらもう主。チーギュで。主だ。ありがとうございます。カラーバリエーションが。カラーバリあったぞ。すごいね。宣伝しまくってるけども。いや、でも宣伝はしてこい。大丈夫、オレンジ伸び伸びになるけど。ちょっと申し訳ないよ、俺、ほんとに。大丈夫です。サイズはもう全然まだ、仕入れとくんで。あ、そうだ。いやいや別に僕たちのなくて大丈夫です。僕たちの結構ね。いやあなたのだけは大丈夫です。メインカラーな気はするけども。別にいらないです。次はよく来てる。僕オレンジ大好きなんで。じゃあ申し訳ないよ。じゃあ牛丼カラーっぽいしね。確かにね。そうね。食欲吉田っぽい。さあ今回はこちらドローンホーム。ドローンホーム。ちょっともう見た目がいいね。これめっちゃワクワクするわ。まあもともと知ってたけども、差し入れで最近いただきまして。おお。まあもうこの見た目、真ん中に。いいね。なんだこれ。ちょっとスペーシーな感じが。ミレニアムファルコン感ね。ハンソロがね、乗ってそうな感じ。ありますけども。そう、これがドローン。はい。で、皆さんの目的は、はい、これ自分のカラーのエイリアンがいるのね。そう、みんな形が違うだったりするんだけど。みんな思うの違う。そう、それを、この台、バーンとこう弾いて、ここのドローンに乗っけて、脱出させてあげるっていう。今みたいにこう脱出させてあげるっていう、うわー、めっちゃ面白い。3体の自分のエイリアン、いや、すごくシンプルな。本田君様おもろかったな。ウィーン。ここがなんかいろんな色に光って、そうで、まあこのゲームの妙としては、うん、今乗っけてからさ3秒ぐらいあったじゃん。ちょっと立ったね。あん時に弾き出したら止まんない。おお、なるほどね。当てていいのね。当てていい。だ、単成じゃなくて、あ、もう、ずっと、そう。流動的に流れてる。スリー、ツー、ワン、ゴーシュートです。ドローンホーム。いやいや、ゴーシュートでしょ、ゴーシュート。スリー、ツー、ワンはもう。ドローンホームで。ドローンホーム、ゴーシュートですね。で、あと2体以上乗ったりとかしても、飛ぶときあんのよ。あ、それも OK。脱出です。そっか、まぁちょっと。まぁ隙間あるはあるね。隙間あるのよ。そうな感じはあるね。そう。あ、じゃあもう、飛び立っちゃえばいいんだもん。すごいシンプル。とりあえず3体脱出させるっていう。めっちゃ楽しそう、これ。おもろそう。これ、家のさ、ボードゲームでさ、こんなことあると思うよ。ドローンも組み込んじゃうから。いや、すごくない？マジで。これめっちゃ楽しい。これ絶対いいな。だから、この色の T シャツだ。だから、そういうこと分かりやすくね。そう、一応ね。いや、そう、誰が乗ったか分かるから、これ。俺と太郎はもうめっちゃその色だけど、その、コヨくんの。これ、何色なん？いや、これ、深緑です。すごい。深緑だな。カーキの、すごいな。ノリみたいな。違うんだよな。この明るめだから、こっち結構。深めだな。でも、まだ分かりやすい。分かりやすいね。あと、それが手元にね、3つしかないっていうのも、妙なのかなと思って。だマジでフルメンだよね、こいつらが。で、2体、そう、2体飛んでくじゃん。そうすると、コマ1個しかなくなるのよ。で、それをバーンって弾いた時に、遠くに行くと、その1体しかないから、何回も拾いに行かないといけない。ああ、なるほどね。そう。そういうことか。そう。今手元に3つあるから、連射できるけど。まだリアル残機がね、本当にそのまま。残機が減ると大変だよっていう。はあ、だからそこも意外と妙なのかなと。よくできてますね。はい。何回いかさましそうだな、今回も。いや、やりようはあるぞ。一回もしない。やりようはなんかありそうな。これはでも結構ね、そのシンプル感覚ゲームだな。シンプルだから、あんまりね。俺がやっぱ対面だからさ、毎回。俺のこのエイリアンなんかその隠すとかすんの。確かに。いかさはしないで。確かに、ゲーム的に時計回り多いから、被害一番受けてない。なんか多いじゃん。そうなんだよ。対面のこうなんか。なんかあるよ。被害受けてる。ちょっと怖えな。安心してください。何にもしたことないよ。本当？何にもしたことない。何にもしたことない。何にもしたことない。なんかしてない。してない。してない。されてる。まあ今日はむずいかもね。まあね。どうだろうね。はい。まあやってみようよ、これ。まあまあまあ、やりましょうか。めっちゃ楽しそう、これ。いいね。はい。で、準備ができたら、掛け声と。OK です。OK。スイーツワン、ドローンホーム。ドローンホーム。やべ、出てこない。ゴーシュート。言いたくなるね。マジか。マジか。まあでもドローンホームだから。ドローンホーム。じゃあ行きましょうか。OK。
3, 2, 1, ドロー。おー、ちょっと待って、あのシンプルフライングじゃん。それもイカサマとかじゃない。めっちゃシンプルフライング。めっちゃ強かったし。強かったし。で、これ決まったのに本当的に今避けちゃった。いや、あかんと思った今これ。おい。あの皆様の目にそう見えてたのだとしたら申し訳ございません。気をつけてよ。ドローン俺気づいたら俺の本場こっちでやられてる今。回収されてた今。切ってた。何個スキル発動するんだよ。何個発動するんだよ。早いって。早い。まだ1戦目だから。まだ始まってないのよ、そうですよね。頼むよ。じゃあドローンホームで言ってからね、そう、言い切ってからでしょ。ドローンホームトン。にしようか。にしよう。失礼いたしました。オッケー。ドローンホームトンね。ドローンホームパンね。ゲームやりたいんだから。そう。もうここでつまずきたくないのよ。絶対楽しいんだから。頼むね。いや、そう。掛け声でつまずいてるから。いや、もう、行きましょう、行きましょう。ドローン、どくらいでもいい。いや、体感では。ドローン早かった、俺、つまずいちゃった。スイーツマンゼロじゃないからね。流行る気持ちがもう本当にすごくて。いや、行きましょう。行きましょう。行きましょう。スリー、ツー、ワン、ドローン、ホーム！わあ、来た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 、うわあ！早い！早い！あいだ！あいだ！あ、キャッチ！早いね！早い！はい。やば！もう太郎行かれた。一撃をマジで。一匹脱出。俺めっちゃこれ得意かもしんない。やばいやばい。オレンジが今。いや、意外とこれ妨害。これ、それちゃうな。いいね。そう、それんのよ。だからパワーが難しいんだよ。確かに。なるほどね。待って、俺めっちゃ強いのもん、俺。じゃあ行こう。よし。3、2、1、ドローン、ホーム！やばい！だけだったね。うわやば。一回乗ったのにな。え、あれ紅葉に弾かれたの？いや、俺ね、ちょっと欲張ってここ俺手前に一個いたから。あ、いた。押し出して俺二機行くから。ああ。なるほどなるほど。バレは剥がせる。飛んでったから。いやし、僕もねやったんですけど防御が意外と硬くてね。ああ確かに。ああそうそうそう。なんだよな意外と。でも高円の作戦オッケーよ。だから太郎もふわって手止めてたけど、もう一個打っていいんだよ。結構あるわあの時間。結構ある。打っていいんだ。もっと打っていい。ある全然。打っていいんです。そういう風に設定されてるんですね。うわ。なるほど。面白い。やばい。もうこれめっちゃ面白い。めっちゃ面白い。でももう太郎あと。俺もリーチでしょ。だってもうこれで飛ばしたよ。勝つでしょ。ただもう一機しかないから。拾いに行くのが大変。そうだ。大変。ミスったらね。うん。でも今のところ両方一発？俺ノーミスなんだけど今で。そうだよね。マジ？ノーミスじゃない。ストレートは避けたい。いやちょっとさすがにない。それこういう弾いてやってよ。弾くか。弾いてやりますよ。スリー、ツー、ワン、ドローン、ホーム！弾かれた。やばい。やば、俺も変だけど。ああ！やばい。今のうち。あ、くそ。よし！よし！これ、これ、あ、やばい！あ、結構あれだ。あだ。暴れがすごい、この後の。よーし。あ、ほんと結構強いわ、今。結構強い。で、やっぱ一気だと大変だよね。大変だね。確かに。まあまあ、まあまあ強く打たれて、あれ、弾けないわ。声は弱いかもな。最初めっちゃ良かったね。ここのやつ弾ける。俺の、なんだって。気づいたら俺のあれねえ、あそこがピークやっすよ本当に。いやあ、でもなるほどね、今ので分かった、ちょっと強さ。なるほど。いや、これめっちゃ確かにこれ対面不利かもな。対面あの手元の端からで。そうそうそう、確か俺対面そっかいないからか。だから結構意外とね、そう素直にいけてんだ。確かにもう打てんのかなこれ。アフェにもやれんだったらやっちゃうのがいい。やってみるか。あ、一応これね。あ、赤緊急参戦、緊急参戦で。やってみましょう。いきますよ。3、2、1、ドローン、ホーム！わー、やばいやばいやばい、あー、やったー。おい。
赤、赤と緑。あー、これ、フェリーとダーフェが。飛んでた。フェリックスコンビが今飛んでた。飛んできました、今。不死鳥のように。いや、で、あと、2体乗っちゃうともう、1体じゃ弾けないわ、やっぱ今。そうだね。そうだね。めっちゃ硬かった。今早かったな。うわ、いやでもこれ分かった分かった、なるほどね、乗るね、確かにいいねいいね、そう一応磁石みたいのがあって、うん、まあ、中心ね、そう、うん、あこれいいですよ、うわちょっとやばい、ね、楽しいこれ、まあ、まあまあ、太郎が1、僕もまだ1ですね、チー牛高いが2、うん、はい、うん、じゃあ行きましょうか、スリーツーワンドローホーン、やばいやばいやばい、オッケー、まあ、いけいけいけ、おや、あちょっと待って、ちょっと待って、はい、いやいやいや、どうしました、いや今、いや僕今ドラホーでやって、うん、一発打ったんですよ、そしたら、うん、まあ弾かれちゃって、うん、俺もこうやって飛んでて、うん、そしたら声がずっと足組んで、うん、あの俺のこれのドラホー今ホールド出てきた時こいつのこの挟んでるところが出てきたから、いや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 、ちょっともうやばい、ずるいずるいよ、これはダメよお前、やばいよ君、イカ様とか、イカ様じゃん、話じゃないじゃん、もうそれ。いや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 、ホールディングだって、分かってる、ホールディングすよ。ホールディングだよ。ホールディング出すよ、やっぱさすがに。あと俺のどこ行った、知らないよ。知らないよ。ある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 。あるよ、お前の。いや、もう一個あるはずなんですよね。なんでだよ。探してもらっていいのよ、もう自分でもなくしたら。いや、ないやん。ああ、いやいや、あんたの足の裏や。あんたの足の裏や。俺、ホールドしてない。あんたもやっとるやん。あんたの足の裏や。ホールディングや、探してもらえた、あんたらホールディングや、高井さんと太郎がリーチ、はい、よし俺リーチ、いいね、まあ、これいけるな、いやーよし、スリーツーワンドローホーン、あやばいやばいやばい、あ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 やばい、やだー、あいだ、よしよしよし、赤だ、暴れがすごいね、赤だね、うわー、うわ、追いついた、まずい、赤だけにされた、これすごいわ、赤一個どっか、まずいね、でこれがさ今これの妙もあったわ、なんかこの安全装置みたいなやつのペラペラのペラペラがさ俺をそう倒れちゃってさ今弾かれんねん、もう弾かれてさこれに、これすごいよくできてんなマジで面白よ、しよし、じゃあ行きましょうよ、さあ地球以外リーチ、いいですね、はい、スリーツーワンドローホーン、あ下がってきてる、ああやばい、やばい、弾ける、うわ、緑飛びはしたよね。飛びはしたね。乗り切れなかった。落ちた途中で、うん。途中で落ちたけども。まあでも、まあ行ってたけど、まあ。でも太郎が。いや、完全に今行ってたね。今、いや、よかったね。いや、妨害できなかったな。すげえ。太郎が1抜けだね。やったー、うわー。じゃあこれ1抜けでしょうか、もう。確かに。これ抜けでいいのか。抜けでいいんじゃない、ね、確かに。最後まで残ってる、不抜けエイリアンは誰か。さあ。で、もう全員、ラス1。ラス1、ああもう全員ラス1か、そうラス1なの、そうだ、星に取り残されるやつ誰のかっていう、うん、脱出できるやつは誰か、脱出して、じゃあいきましょう、絡みそう、確かに、そうですね、はい、スリーツーワンドローンホーン、拾いに行けねえな、あ向こう行ったら、確かに、ああうまい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 、今どっちだ、よし今の反撃うまい、よし、ああ来るな、誰も来るな、行けー、あキャッチング多いですね、俺の勝ちだぜ、素晴らしい素晴らしいです、まあ、じゃあそしたらもう一騎打ちか、もう、あ俺もそうか、いやそうです、最後じゃあいいよ、そしたらもう最後はもうこっちから取りますよ、あオッケーオッケー、あのもう本気でやってもらっていいから、よし、あメリット取る、全然、あそういうことか、うん、あの一騎打ちだからあなたたちの、こういうの俺恥じた、あ、一回、そう、あれ、そう、あの、こういうのが、そう、最初はこういうのが行って、それを弾いて、そう。その合間を俺が行った。弾丸みたいにやっぱ飛んでくる。うまかったです、だからすごく。行きましょうか。はい。はい。スリー、ツー、ワン、ドローホーン、あ、やばいやばい、隠されてる、隠されてる。隠されてる。隠した。持ってる。あ、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 惜しかった、いや今よかった、惜しかったけど、やばい、ちょい隠
隠しありましたね。ちょっとやったよね。ちょっと隠しじゃない。隠しじゃない。あの、自分の、自分のエイリアンを取るふりして、ちょっと赤いやつもなんか触ってた。いや、ちょっと、やばい、でも下だったんで、俺見てた、俺見てた。そう。で、一回撮ったの、声は俺のやつ。間違いなく赤いやつ触ってた。俺はそれを見たの。はい。あ、だから上にここに入って。あ、もうやってくれたんだなっていう。あ、素晴らしい。やってくれたんかなと思ったら、もう一回置いてたの。置いてはないです。置いてはないです。うわぁ、ちょっとこっちでやっぱ捉えきれなかったんで、やっぱ、ちょっとやっぱ、すごい。でも触ったよね。あの、それは、触れはした。かすった、手に。かすった、うん、緑と間違えて触ったんじゃないかすった。かすった。かすった。僕の、あの、手のひらにファールチップした。まずと違います。絶対違います。絶対違います。やっぱちょっと、やっぱ審判が見てないところで、やっぱあの、ふく一般的な感じがあります。うまいっすね。見えないところでイカさんすごいわ。さすがです。まあでもまあまあ脱出しましたからね。そう、もう。うわ、これでも面白いわ、これ。面白いね。めちゃくちゃいい。これは白熱するね、ドローホーム。これ、何歳でもできるもんね。これ全然マジで。多分できると思う。これはいいですね。いや、面白かった。皆様、違いがあっただろうな。確かに。本当に見えてないとこで、ちょこちょこやってる。水面下こいつは。もうついに。水面下とかじゃない。いやもう、ショーじゃなくなってるからね。やっぱいつも笑ってるんだけど、これなんだ。いや、これですね、やばい。やられてるんですよ。俺らはこれを受けてるから。確かに。なんとも、もやもやがやっぱ。そうそうそう。明らかなイカ様というか。ちょっとやっぱ、あれ、なんだったんっていう。やっぱラフプレイに並ばされたからね、俺ら戦ってるから、やっぱ。そうだね。洗礼受けてるから。イカ様というか、もうラフプレイ。大丈夫。本当に。いや、でも面白かったですね。はい。ドローホームありがとうございます。これの怪我だけね、ちょっと気をつけていただいて。急に言うね。まあ。